聖フロリアヌスは、カトリック教会の聖人。ポーランド、リンツ、煙突掃除人と消防士、石鹸の釜炊き人の守護聖人。祝日は5月4日。オーストリア編強迫レオポルト3世とともに、オーストリアオーバーエスターライヒ州の守護聖人。フロリアヌスは、ローマ皇帝ディオクレティアヌスとマクシミアヌスの時代、現在のドイツバイエルン東部の帝国軍。 司令官であった。彼の軍務に加えて、消防隊を組織する責任を負っていた。ローマ帝国は、キリスト教を根絶やしにするつもりであり、アキリヌスを、キリスト教徒の迫害のため送り込んできた。アキリアヌスは、フロリアヌスに、ローマの信仰にのっとって、異教のローマ神に犠牲を捧げるよう命じた。彼は拒否し、兵士らに、棍棒でお打され、 釘で打ち付けられ、火炙りで拷問された。彼は処刑として、首の周りに大石を結びつけられてエンス川に沈められた。後、バレリアという名の女性がフロリアヌスの姿を原始で見、ふさわしい場所に埋葬してほしいという彼の意思を告げた。聖、フロリアヌスは、中央ヨーロッパで広く崇拝されている。オーストリアの町ザンクとフロリアンは、 彼にちなみ名付けられたものである。言い伝えによると、彼の遺体は、ザンクト・フロリアンにある、アウグスティヌス・会派修道院に埋葬されたとされる。1184年、ローマ教皇ルキウス3世は、フロリアヌスの生遺物を、ポーランド王カジミエシュ2世とクラクフ司教に、分け与えると述べた。クラクフは、フロリアヌスの生遺物の一部を持つと主張している。 ドイツ語圏で、ニムビーと同様の意味を持つザンクとフロリアンズ、プリンシップは、いくらか皮肉な精鋭、フロリアヌスへの祈り、O、ハイリガーストリート、フローリアン・バーシェーン・マインハウス、ZND ・アンドレアン、翻訳すると、アーセーナル・フロリアヌス、私の家を、お助けください、他の家には火をつけてください、から来ている。1935年、ヨーゼフ・ヨゼプフによる、 フロリアヌス像がウィーンで除幕された。ウィーン市内の中心地アムホーフにあるウィーン消防署前に像は立っていた。第二次世界大戦中1945年に消防署が爆撃に遭うと像は消防士博物館へ移された。聖フロリアヌス十字聖フロリアヌス十字は消防関係者の紋章として広く使用される。祝日の5月4日は 国際消防士の日となっている。ありがとうございます。